生徒のみんな、こんばんは。スクールオブロック職員のちゃんこです。毎週火曜日 YouTube チャンネルとニコニコ動画にて更新されるボカロロックス、夜な夜なボカロソングを食い漁るボカロ大好き職員である僕ちゃんこがボカロ P をお呼びしてボカロの魅力を聞いていきます。毎週のように言っていますが、スクールオブロックの生放送教室の方ではね、すでにボカロ掲示板の書き込み紹介していると思いますけど、これ結構すごいことだよね。掲示板に書いたおすすめ曲を普通にスクールブロックで流れるっていう、まあ、リクエストというかね、みんながこう流したい曲を全国のみんなに聴いてもらえるチャンスがありますのでね、ちょっと皆さんおすすめのボカロソングぜひぜひ書き込んでください。そして僕と逆転してもいいよって方はそういう書き込みをしてくれても OK です。ということで今日も始めていきたいと思います。スクールロックアテンションエブリワンボカロロック。さあ、このボカロロックスは毎回ボカロ P をゲスト講師にお迎えしていきます。本日もこのボカロ P にお越しいただきました、ロアレです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今週はですね、ボカロロックス的にはちょっと初になるんですけど、生徒とね逆転をしていきたいと思います。では早速いきましょう。もしもし。もしもし。スクローボーク職員のちゃんこです。ボカロ P のロアレです。岩手県16歳ラジオネーム天然ボイスです。天然ボイスさん、ありがとうございます。ありがとうございます。学年は高校2年生です。高校2年生、これペイさんのやつやった方がいいのかな。中2高2は好きにしなさい。好きにします。ちょっとペイさんの代わりになっちゃいましたけど書き込みありがとう。はい、今日はちょっと僕おすすめのボカロソングがある感じかな。天然ボイスはあります。何という曲でしょうか。ドナーソングっていう曲です。ドナーソング、それはどんな曲なの。どんなとこが好きとかある。まず歌詞が特徴的だなっていう、うん、はんはん。ドナーっていうのはドナーの頃かな。臓器提供。そうです、ドナーです。うん、そのテーマなんだ。はい。なんか好きなポイントというか、その歌詞聞いてどう思ったの。なんかボカロなのに臓器の名前が出てくるのが本当に最初衝撃的でした。そうだよね。臓器の名前が歌詞に出てくる、はい、まあそれもボカロならではな気はしますけども、はい。天然ボイスはもともとそのボカロは結構好きだったりしたのかな。結構聞いてますね。いつ頃から。小学校高学年の時からもう聞いてました。そんな時期から聞いてたんだ。はい。今日ねゲストボカロ P のロアルさんもいるんですけど、ロアルさんはこのドナーソング知ってますか。はい、いや、もうこの曲を初めて聞いた時の衝撃はもうすごかったですね。わかるって。天然ボイスすごい共感してる。わかります。やっぱりこの世界観が すごいのかな歌詞の。そうですね。これ作ってるのはあれですよね、脳症炸裂ガールとかでおなじみのレルリリさんとシンガーソングライターでもあるモジャさんの共作の楽曲になりますけど、レルリさんはね結構知ってる方も多いかなという気がしますけど、他の楽曲も聞いたりするの。天然ボイスは結構聞きますね。それこそレルリリさんの曲はアップテンポが好きで、はい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 、この曲最初に初めて聞いた時には感動したりとかって感じがなのかな。感動しましたね本当に。結構歌ってみたの動画もあるよね、こういうドナーソングって楽曲ありますね。あとこれボーカロイドがグミっていうねボーカロイドが歌ってるんだよねこの楽曲。はい。他にこのレルリーさんだと好きな曲でどんな曲が好きだとかある。レルリーさんはそれこそ脳症炸裂があるとか好きですね。モジャさんとも いろいろ作ってるんだよね確かね。はい。なんかこのドナーソングっていう、でもこの歌詞のテーマにするっていうの結構なかなか勇気いることですよね。いや、これはもう歌詞が衝撃的だったって、さっき天然ボイス言ってましたけどね。言ってましたけど、歌詞とねその曲の途中からバンドインするとかっていう、ドラマチックに聴かせるっていう、その入りがアコギの、はい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 、なんとも言えない切ない雰囲気から入ってっていう、その歌詞と曲調が相まって鳥肌不可避みたいな。なるほど ね、 感動が絶対涙を流すようなね、はい、涙腺崩壊曲なんですねこれはね。ちなみに天然ボイス的にはこうドナーソングのこう聞きどころというかこうある。あ、歌詞という歌詞でもいいんだけど。あ、でもなんかそのドナーソングの本当に最初の部分の歌詞が、ちょっと初めて聞いた、こんなこと書いてあるんだっていうのが。あ、なるほど。ちょっと難しすぎてその時分かんなかったんですけど、
高校に入ってからちょっと意味が分かるようになってきて、あ、大人になるにつれてね、そういうことも勉強するというかね、はい、まあ、学ぶもんね。はい、あ、じゃあちょっとラジオネーム天然ボイスのこのおすすめ曲ドナーソング一緒にちょっと聞いていきたいと思います。お時間ちょっといいですか、ちょっと質問いいですか、時間は取らせないのでどれかに丸をつけてください。私は脳死後および心臓が停止した死後のいずれでも移植のために臓器を提供します。そして二つ目、私は心臓が停止した死後に限り移植のために臓器を提供します。私は臓器を提供しません。身近に身を選んだから、三以外選んだから、心臓も肝臓も腎臓も膵臓も誰かのためになるならば、どっちでもいい、どっちでもいい、君がいなくなった世界に、どっちでもいい、どっちでもいい、何もカメラが残るなら、きっと素晴らしいことでしょう。まあせいぜい素敵な夢でしょう。ただもしも願いが叶うなら、もしも時間が戻るなら、あの日の君の出来事を僕に変わらせてくれよ。神様のいたずらなら、もし呼ぼうっていうのなら、最後も愛も少女も悪も誰かのためになるならば、どっちでもいい、どっちでもいい、ローアル先生と一緒にね改めて聞いてみたんですけど、天然ボイスどうだった？改めて感動しました ね、確かにすごいよね。心臓、肝臓、腎臓、膵臓、小腸とかね、ちょっとまあ勉強になるよね。眼球とかそういうところまでドナー提供できるんだみたいなのもちょっと思うよね、これね。そうですね。あとこの選択肢があるんだっていうところも知らなかったよね。こう知ろうって勉強しないしようと思わなかったら知らないもんね、こういう知識、ね、知らなかったです。初めてこれで聞きました。いや、なんか本当に考えさせられる歌詞だし、なんかこの歌詞のなんか世界観的にはね、こう大事な人がいなくなっちゃったのかなとは思うけど、その誰かの、ね、中にこう臓器としてこう生きていくみたいな考えさせられる歌詞だよね、ここはね。すごいですね、本当に。はい、ということで天然ボイス、すごく素敵な曲をおすすめしてくれてありがとう。ありがとうございました。今後もおすすめ曲あったら僕から掲示板書いてね。はい、ありがとうね。ありがとうございました。はい、ということでローアル先生いかがでしたか？ちょっといやー、歌詞も
まあ、歌詞ばっか触れてしまってたんですけど、歌詞もメロディーもオケも全部素敵で、いや僕は結構人それぞれメロディーを聴きがち、歌詞を聴きがちというか、その音楽聴くときにメロディーを重視して聴きます、音として楽しむ人とね、その歌詞の世界観を楽しむ人っていますよね、楽器体を聴きますっていう人いると思うんですけど、で僕は楽器を聴く人なんですけど、この曲はなぜか歌詞をめちゃくちゃ聴いてしまったんです。なるほどなるほど。いやだって歌詞がだってやっぱり入ってきますもんね、ちょっと。いやそこが本当にそのオケを聴く人に歌詞を聴かせるって、なかなかそのボカロ P 目線難しいことだと個人的には思ってまして、歌詞をなんでこんなに聴いてしまったんだろうっていう、まあ、あとやっぱ最初にこのね、お時間ちょっといいですか、ちょっと質問いいですか、時間を取らせないでどれかに丸をつけてくださいっていうこう問いかけから入ってきて、何のかなって思ったら、そのドナーのね、この選択肢っていうこの、あ、こういうこと書いてあるんだってちょっと改めて考えちゃいますよね、これはね。ですね、そのスッと入らざるを得ないというか、世界観の引き込み方というかね、すごいですね、言葉選びなのか、ちょっと悲しくはなる世界観ではあるけど、グッとくる曲だったと思います。そしてここでボカロロックスからお知らせです。毎週火曜日23時頃にスクールオブロック内でボカロ掲示板の書き込みを紹介していますので、生徒の皆さんは引き続き書き込みの方よろしくお願いします。まあ、今日はね、電話したみたいに逆転していきますので、ぜひお願いします。さらにですね、今現在流れていますのはですね、ちょっと歌ってみたコレクションというのがございまして、2022年春にボカコレから歌ってみたカテゴリーがスピンアウトし、歌ってみたコレクションとして初開催されました。ボカコレと同じく開催期間中に歌ってみたを投稿する動画投稿祭りとなっておりまして、こちらのね、次回の開催も発表されまして、開催期間は2022年の10月11日から14日まで、歌ってみたに挑戦してみたいという生徒の君はですね、応募に向けて動き出してみるのはいかがでしょうかと。はい、ちなみに今現在流れてますのが、ヨルピチさん、ハヘイさん、イチョウヤクさんが歌っておりますニュートンダンスという楽曲でございます。こちらあのチノゾさんとナイタン星人さんが作った楽曲なんですけど、そちらを歌ってみたコレクションの、グループ部門1位を取ったという楽曲でございまして、ハヘイさんからコメントをいただいてます。ハヘイの勢い、イチョウヤクの高音、ヨルピチの低音コーラスからなる3人の絶妙なバランスと良さを生かせるパート分け、さらにミックスにこだわり抜きましたということで、ちょっと歌ってみた文化というのもねありますので、ぜひ皆さんのね、そちらの方も楽しんでいただければどうでしょうかと。なんとあっという間に3週目も終わりでございます。初めてねちょっと逆転しましたけど、なんか高校生と喋るってなんか新鮮な感じがします。そうですね、なんか ないですもんね、等身大のなんか言葉が聞けた。でもそういう10代にこう刺さる楽曲っていうのがやっぱボカロから生まれてるんだなって改めてちょっと感じましたね。ですね、はい、ということで、まあこんな、ラジオネーム天然ボイスのように、あの自分の中でこう気になるあのボカロソングだったり、刺さったよとか感動したよっていう楽曲だったりを、ぜひあのボカロ掲示板の方に書き込んでください。生放送教室の方でもね、紹介させていただく可能性がありますので、ぜひぜひ書き込みの方よろしくお願いします。それではまた来週の火曜日にお会いしましょう。お相手はスクールブロック職員のちゃんことゲストボカロ P ロアルでした。また来週。また来週。また浮かんでは愛を吐いては泡になるだけ、分かり合えないその不条理を今は愛と定義したい。ニュートンダンス、意味もないまま惹かれ合うままただ繋いだない、分かり合いたい故に今夜も僕ら確かに交わりたい。